まあでも僕は本当にこの指紋認証もそうですし、その中身のね、M7 A7 チップに今度は付属して、コプロセッサーっていうね、要はその位置情報であったり、こういう加速度センサーとか、そういったこの結構バッテリーを食うやつを分けたんですよね。でそれを今までは加速度センサーも GPS も何もかもその A6 っていうのがになってたわけなんですよね。だから例えばあのナイキのアプリとかあるじゃないですか、これはランニングしてるねとか、あと万歩計であとかね、健康系のアプリとか、主電源を動かしたくないんだけど位置情報は記録するよと。でも今までのその iPhone5 であれば、その A6 チップっていうのが全てこう司ってるもんだから、休みがなかったんですよね、休めない。だからバッテリーのね消費が激しく、ずっとつけっぱなしみたいなもんですからね。ただその M7 っていうのが加わってることによって、この A7 チップさんちょっと休んでていいですよ、このランニングしてるこの位置情報とかは僕がやりますよということになってるんですよね。まあ、例えば、まあ、これが A7 チップだとしましょう。まあ、これがもうねメインで働いてる頭脳ですよ。で今回 iPhone5S にはこれね、これが M7 コプロセッサー、だからこの人がいつも常時働いてるわけですけど、そういう位置情報とか加速度センサーとか、そういったのを使ってる時は僕が動きますよ、あなたはちょっと引っ込んでてください、休んでてくださいっていうことができるわけです。っていうことはそのバッテリーの消費っていうのはかなり抑えられるということなんですね。で結構この実はね、今回その指紋認証であるとかカメラの性能が上がったとか、まあそういうことではなくて、実はこれこのね、まあ、これじゃないですよ、これダンボ君ですけど、このコプロセッサー、この M7 の搭載っていうのが実はこのアップルの目玉なんですよ。来年以降に出てくるね新商品に対して、このコプロセッサー搭載っていうのはものすごい意味を持っています。だから、まあ、さっきちょっとね触れたんですけどね、 5S なんてそんなに5からしたら進化してない、別に必要ないんじゃないのっていう方も多いとは思うんですけど、実はとんでもないものが載ってるわけですよ、これに。これがアップルのこれから数年後ねにものすごい技術の蓄積につながるものがここに入ってるわけですね。これですよ。だからひょっとしたらもう僕わかんないですけど、もうこの iPhone とかスマートフォンとか、ひょっとしたらもう形がもうこういう形じゃなくなるんじゃないかと思ってるんですよ、数年後には。もうこうやって電話するとか、こうやってね、で今こうね、もっと大きい方がいいよとかで 4.5 インチだとか5インチだとかね、そういうレベルの話になってますけど、もうそんなとこじゃないんですよね、実はね。そんなレベルじゃないんですよ。もっとすごいことがこれからアップルは、まあアップルだけじゃないですけど、もっとすごいことを考えてる。ひょっとしたらもうこの形はなくなるかもしれないですよね、こういう端末っていうのと。だから、まあ、来年出るとかって言われてる iWatch とかね、僕 iWatch もまだ過渡期のもんだと思ってるんですよね。まあ、例えば iWatch がどういう形にせよ、多分大きさ的にはそんなに大きくならないでしょ。そうするとね、やっぱりちょっと物足りない気はするんですよね。ここになんかいろんなものが搭載されて便利なテクノロジーがね入ったとしても、もっと多分その先にあるような気がするんで、それがここに今回 iPhone5S に搭載をされてる技術なんです。
まあ、それが一番今回のね目玉なんですよね本当は。ただまあ目の前のこういうハード的なものっていうと、まあ、指紋認証とかね、このカメラの性能が良くなったとか、まあ、そういうことでね、まあ、みんな変わんねえなーなんていうふうに言ってると思うんですけど、実はこの M7 ね、コプロセッサー、これの搭載、これの搭載っていうのは本当に多分、まあ、1年後とか多分、まだ早いかもしれないですけど、本当にまあ3年5年後にもうひょっとしたらこの iPhone っていうものがこの形ではもうなくなってる可能性が大きいんですよ。もう違うものになってる、こうやって持ってる時点でもうダメなのかもしれないです。こうやって持って歩かないのかもしれない、もうその頃にはね。だからもう僕らがこういろんなとこに動いてたりどっか行ったりとかっていう時点でもう今だとこうやってね地図でこうやって調べたりするじゃないですか、検索したりとか、ね、お店を調べたりマップで調べたりとか。だからもう要はこちらが、まあ、プッシュでいろんな情報が入ってくるアプリもありますけれども、それがもっとリアルになってくるってことなんですよね。まあ、それに関連する技術っていうのは多分いっぱい情報としてはあるんですけど、非常に未来的なことが始まっています。だからそれがこの iPhone5S から実はね始まっているわけです。まあ、ちょっとね楽しみですよね、まあ、どんな形で、まあ、とりあえず多分来年あたりにね iWatch は出てくると思うんですけど、まあ、まずそれがどういう形で出てくるのかっていうのがまず一つで、その先にこの iPhone がどのように変貌していくのか、まあ、当面は多分これがねディスプレイが 4.5 インチとか、まあ、Android みたいにね大きい画面になっていくとかっていう、まあ、それに例えばなんかねお財布携帯的なものが乗るんじゃないかとか、まあいろいろ話は出てますけど、その方向性だと多分ダメになると思うんですよね。それだと今までの日本のねガラケーと何ら変わらない進化になっていっちゃうんで、そういうことじゃないと思いますから、ね、2006年にアップルがこの UI でスマートフォンというものに革命を起こしてね、今やもうみんなこのような形のスマートフォンといえばもうこうだみたいなものを作ったわけですけど、ただ単にここにね何々が乗ったワンセグだなんじゃかんじゃとかお財布だとかっていうレベルじゃないと思いますので、もっとね形からも変わってくるようなことがもう始まっているというねことなんですよね。まあ、だからそれにちょっと参加したいと、結局使う人がいなければこういうそういう技術もねいろんな人の情報が蓄積されて初めてこうフィードバックしていくというかね商品にね。だから僕らはそれを使わなきゃいけないんですよ、そういうね。だそれが何百万人何千万人っていう使うことによってそれが次のイノベーションにつながるということなので、まあ、そういった意味ではね、まあ、こういった、まあ、僕みたいに、まあね、僕だけじゃないですよ、たくさんねそういう方いらっしゃると思うんですけど、もう毎年毎年ね新しい iPhone を買われてる、ね、方々、また次の革命というか革新的なモデルというのがまた出てくるってことなんでね、そこは非常にね楽しみにしたいなと思って